ごめん。半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですがあいにく私は病の身、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬがお世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この美滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。城への抜け道じゃ。久々に案内させてもらいますよ。表は半兵衛や信長に任せるがよい。
Thank you.
何をからくりのようじゃの。面白いですな。半兵衛も家にこしらえてくれんかの。
大牢獄はかつて父さんが作り、義達が広げたものじゃ。義達は家臣までも捕らえてのう。半兵衛も力を尽くしたが、止めることはできんかったのじゃ。
家来衆もご子息も皆義立様を置いていってしもうた。このような時に光秀様がおられたら。Thank you.